ギリがあります。英文化されたルールや儀礼といったものであれば、私も知識として知っているのですが、海外の記念日から発展し、日本限定で慣習化した流行となると、さすがに把握できていませんでした。 バレンタインデーというものをさっき知りましたサファイアから聞いたところによると普段お世話になっている方にチョコを渡す日だとかというわけですのでこれをどうぞどうあがいてもギリの キャッチコピーで販売されていたチョコレートです。マスターには色々とお世話になっていて義リがありますからぴったりかと。ああなぜそんなにがっかりしてるんでしょうか。あ、待って。 まだ渡すものがあります。これも受け取ってください。黒に聞いたところ、親愛の証として、親しい方に渡す、友チョコという携帯もあるのだとか。だから、私にもミウの友チョコちょうだい、とか。 ねだられたので、用意した次第です。マスターには、親愛も感じていますから、これも渡しておかなくちゃと。ルビアさんご用達の、ショコラ専門店のものですので、味は保証できますよ。それで、ですね。最後に、 もう一つあるのですが。はい、イリアから聞きました。好意を寄せる人、心から大切に思う人。特別な関係になりたいと。そんな風に思える人に渡すチョコを、本命チョコというのだと。 なので、私は、あの、とても気恥ずかしいのですけど、渡したんです。イリアに。イリアに渡しました。世界中から最高の材料をかき集め、 私の知識と技術と情熱と、あとちょっとだけ、紙チゴの力的な何かを総動員して、究極にして至高のチョコレートケーキを作ったんです。ですが、それを見たイディアからは、ただ一言、重すぎると。確かに、味と見た目の美しさを追求するあまり、 カロリーの重さを忘れていました。とてもイディア一人で食べきれるものではなかったので、受け取り拒否も当然の結果と言えます。そういう経緯があったもので恐縮なんですが、あの、よければ、これもまとめて受け取ってください。 待たせてよかったです。バレンタインデー、初めての経験でしたが、楽しかったです。関係性によって、チョコの呼び名が変わるわけですが、私にとっては、どれも大差はありません。思いをチョコレートに変えて、相手に伝える。 それ自体は共通しているんですから。なので、マスター、義理もあります。親愛もあります。特別な感情は、まだよくわかりませんが、マスターとしての信頼なら確かにあります。私の思いは、伝わったでしょうか そろそろ時間のようです。改めて作り直した、イリア用チョコレートケーキ、かっこミニが固まる頃です。それでは、私は本命チョコを渡してきますので、お付き合いいただき、ありがとうございました。待ってて、イリア。